い、こんにちは。スプレーアートへでのべろちゃんとめちゃんです。今さ、タイのプーケットに行って、ちょっとナイトマーケットが見つけて、いろんな変なもの、変な食べ物を見たけど、あの、私にとって3つの変なもの、変な食べ物を選んで、カフェを変な食べ物を選んで、そしたら文化でどんだけ違うっていう動画を作りたいと思います。まあ、俺とベロで、はい、まあ、日本人が、うん、サプライズするものと、そう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 、メキシコ人が、うん、びっくりするものが違うじゃん。違う、うん、その俺が驚くものと、そうそうそう、ベロが驚くもの、うん、3つずつ選ぶとかね。3つずつ選ぶ。Okay. そしたら一緒だったらすごいよね。オッケー、一つ目見つけた。はい。ケバブです。ケバブ。ケバブどこでもあるじゃん。これもないよ、メキシコにはない。メキシコはその代わりのタコス。2番目。二つ目見つけた。ちっちゃいタコ。うん。このマーケットの変なもの。あと3つ目、いきます。3つ目。驚いたよ。これです。顔ついてて100円。やばくない？やばくない？ということで、メキシコ人がびっくりするのはこの3つ。この3つ、はい、日本人の僕が驚くもの。驚くもの1つ目。 OK。 虫たち。バッタ。やばい、これはやばい、ね、これ1個目。そう、1個目でベロがあの虫たちに驚かないのはやばいよね。普通じゃないでしょ。食えよじゃん。食わない。2個目いくよ。2個目。2個目、発見。見て、ワニ。やばい、ワニの肉は普通に売ってる。次3つ目。寿司。普通、超普通。見て。Hello, you want more? 選ぶんだよ、これ多分。やべえ。よくわからない。え、何がおかしい？あれがおかしい。何この寿司。こんな感じです。いくらでしょう？150円。すごくない？何これ。なんか選び方が、自分でこうやって選んで箱に入れて、これに入れて、うん、美味しい？欲しくないもん。だから150円だよ。いくら？これはうまいのかな。ということで、寿司は日本で食べましょう。ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。